ございます、マスターです。御言葉とコーヒーの時間となりました。感謝いたします。はい、今日は、最終日ですね。3日連休のやっと3日連休になりました。昨日はちょっと、午後かのお昼があるかどうかちょっとあったりなかったりして、今日は3連休の最終日ですね。ちょっと昨日よりも1時間遅く朝寝坊したですね。8時前ですね。もうどんよりしてますね。まだそんな感じでちょっとどんよりしてますけど、目が覚めましたけど起ききれなかったですね。明日仕事ですね。ちょっと踏ん張って早くもうちょっと起きないといけないですね。はい、ちょっともうゆっくりしてます。ヨハネの福音書からですね、ではいきます。ヨハネの福音書の7章の17節はい、誰でも神の御心を行うと願うなら、その人にはそのこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。ヨハネの福音書7章の17節、誰でも神様の御心を行う意思を持つならば、その人には分かりますというイエス様の言葉です。疑いを持って近づくなら何も分からないのは当然です。御言葉が十分納得できなくても、御言葉を語られた方を信じて従うとき、光が与えられるのです。今日の祈り、神様、今日あなたの御言葉に意思を持って従います。御心がなりますように。アーメン。はい、感謝いたしますね。下がまだ回りませんけど、ヨハネ福音書7章の17節。誰でも神の御心を行うと願うなら、その人には、この教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。ヨハネの福音書7章の17節アーメンですね。はい、少しコーヒーを、はい、大きなあくびが出ますね。どうしてあくびが出るかちょっと分かりませんけど、はい、ちょっと背中を伸ばしてちょっと気分、よいしょ、背中ちょっと背中伸ばして、はい、どうしても、あれですね、はい、教会の素敵な安心セーク、ちょっとはい、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。新明記6章の5節アーメンですね。素敵な御言葉、新明記6章の5節、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。新明記6章の5節アーメンです。はい、もう一回、よいしょ、背中伸ばして、よいしょ、はい、はい、命のパン、御言葉のパンですね。はい、1 Peter 3:9、Do not deeply every or insult with insult, but a blessing, because to this you are way called to, that you may in heart a blessing. 1 Peter 3:9。ペテの手紙第1の3章の9節悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。第1ペテの手紙3章の9節大きな首が2回目出ましたですね。はい、ちゃんとコーヒー飲みながら、もう一回背中を伸ばして、よいしょ、よいしょ、はい、最後に、なかなか英語難しいですね、ほとんど、全然、読み切られないですけど、 1 Peter 3:9、 Do not replay every with every or insult with insult but with blessing, because to this you were called toThat you may in heart a blessing. 1 Peter 3:9。 第一ペテロの手紙3章の9節悪を持って悪に報いず、侮辱を持って侮辱に、
侮辱に報いず帰って祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受けるために召されたのだからです。第一ペテロの手紙3章の9節。ああすごい、3回目本当に、声を発するからあくびがどう分かりませんけど、朝からまだ朝食前ですけど、少し今日は、ちょっとのんびりしてますね。はい、マサトの、御言葉とコーヒーでした。これマサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回の御言葉とコーヒーでお会いいたしましょう。マサトでした。シャロム、シャロム、シャロム、シャロム。